そうですね、自然がたっぷりで、すごく、興奮してます。早くプレイしたいなと思ってます。そうね、まあ、スペインでプレーすることは自分の夢だったので、今は2部ですけど、その1部昇格、まあ、そういった球際の戦いだったり、ファイトするところは自分の持ち味なんで、ついてまだ2日なんで、完全ないい状態ではないですけど、あと数日トレーニングを積めばいい状態にすぐ戻れると思うので、そこに合わせていきたいなと思います。まあ、最初にやっぱり戦争が起こった時はすごくびっくりしたというか、動揺はしましたけど、それで1回日本に戻って、またこうしてスペインでプレーできるチャンスをもらえたことはすごく嬉しく思っているので、自分は代理人がいて、ずっとスペインでプレーしたいっていうふうに伝えてたので、スペインで探してもらってて、そうですね、クラブから多分代理、チーム練習はめちゃくちゃ疲れました。監督はすごいコミュニケーション取ってくれて、気にかけて、そうですね、すごくオーガナイズされてて、講師に、何チームか、Mira, cuando nos llegó el ofrecimiento, ¿vale? Por parte de sus agentes en España, rápidamente vimos que estaba jugando en Vissel Kobe y eso nos daba un plus. ¿Por qué? Porque teníamos a Lotín allí de entrenador, porque estaba Iniesta, porque, ¿sabes? Teníamos información real y cercana de lo que podía ser el jugador. Estuvimos viendo vídeos de él. Nos pareció, lo que os he dicho antes, un jugador completísimo. Tiene trabajo, me parece que por lo que me comentaban desde allí, es quizá el jugador más europeo de Japón. Jugador que compite, que le gusta trabajar, que le gusta presionar, que le gusta meter el pie. Todo eso hace que nosotros tomáramos la decisión de intentar traerlo y al final pudimos. 毎試合ハードワークしてチームの勝利に貢献したいなと思ってます。自分の特徴は、たくさん走って、球際で戦ってアグレッシブにプレーすることです。はい、オファーをもらった時にクラブのことだったりを聞いて、すごくいいクラブ、そしてすごくいいサポーターがいるっていうふうに聞きました。ウエスカーに入団することができて非常に嬉しく思ってます。自分の力を最大限発揮して勝利に貢献したいと思います。よろしくお願いします。